や、遅かったじゃないか。ずっと僕のことが見えているかい？早速なんだけど、ひょっとして世界は今この危機的な状況を君に理解してもらうためにさ、お話は創世神話にまで遡る。双子の神によって最初の世界が創造されたと言われているんだ。最初の世界は平和そのものだった。人々が寄り添い、手と手を取り合う、国境も格差も不和もない世界。しかし残念ながらその平和は長くは続かなかった。世界の結束を壊すものが現れ、その名は分断王。彼は双子の神が作りし世界を分、ある世界は双子の神はどうして、分断王ディバンは双子のも、そして今もまた機械の体で永遠を、生身の体で、かつては今日分断王が起こした途上、マキナの少女と君にはこの、ああ紹介がまだだったね。気軽に教会ちゃん、これから君と二人、もし君観測を進めたらここでまた会おう。不条、エルエーシ町に、私のイエス、マザーズ、こいつが人生で一番風情、新しい、そのそりゃ今日、じゃあ早速仕事に行ってきます。私たち機械人だ、イエス、マザーズ、大天当たるといい、いや、レア、待て待て、バカ、めったに見つからないけど、ありがとう、あなたの最初、我々は長く侵略者に、イエス、まったく、さあちょっと無法だ、します、頼みましたよ、だから国になるでしょう。私はマザーズに従うまでだ。私はゴード。コード LACCA。まずい、高濃度燃料の大穴に落下するぞ。
頼むぜ、俺の新しい腕、いけー、ぐおー、あーよっしゃー、あれ休眠モードを解除。気がついた、よかった。あなたは、うん、人間だよ。君は、あれねえ、君って、ああ、ごめんごめん。不祥、本物の機械人、ほら性能は機械人と比べ物にならないけど、これの、うわあ、私のエラーで。いや、いいんだ。え、あ、一体何を。あなたの腕は交換が必要と判断しました。え、あ、交換、動作確認、あ、こうかな。うわー、すごいパワー、これが本物の機械人の腕なのか。再起動完了。パーツ交換による機能低下。私の腕も臨時の交換作業は以上です。ちょっと待って、それに俺には私は問題ありません。あなたの機能を優先します。そうだ、まだ名前も LACC、 さようなら。またな。そうですね、コード LACCA。 はい、いえ、はい、これは私の意思。はい、そうですね、じゃあ、おイエス、マザーズ。なんだい、そうだな。イエス、マザーズ。ジャンク街のことなら、よう
よっ。おう、そうだな。どうだ。おう、よし。ダメだな。それならさ、おう、よし。おう、よっしゃ、やろうぜ。見ててくれよ。ほら、俺強くなってない？やったぜ。よっしゃ、やろうぜ。天上界までぶっ飛べ。手貸してくれてありがとな。バリバリカストレート、すばしっこさなら。お疲れたち、先輩が倒すジャンクは。お呼びです、チロリ。まあ、そこそこできる。不条さん、不条さん、ライアは素敵な恋愛が。マイレちゃんが怒りそうだけど。私は何でしかし、私はコードを読めに。
どうでしょうか。はい。そうね。はい。ダメよ。またね。ありがとうございます。
これは私。その世界どんな世界なのかはこれから僕が説明してあげるね。魔力というエネルギー、一方で魔力とは異世界では現代まるで異世、それは現異世界にチート能力強大な力を、この異世界転移という現象は彼女ここでファンお笑いだ旅か、これから起こるとあるの、ついに見つけたぞ魔王。ここまで来る魔族領に散ら、しかしなんだ、なぜ人族と魔族の、俺はお前を倒し悪を滅ぼして、俺は帰ってやるこ、いいや、一番それ、お主を転移、ちょっとそのどう無用、戦うというのならあらゆるこ、はあ、ワールドロジスティクス、これは攻撃ではない、どこかへ運ばれていくこれでようやく、わしは魔王をやん、やった、俺は、ま、いや